はい、問56です医薬品医療機器等法薬機法に基づけ薬局における特定販売これですよねさっきあの55番の時にお話をしたインターネットにおける販売のことです。特定販売に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれか A 特定販売を行う場合は当該薬局以外の場所に貯蔵しまたは陳列している一般用医薬品を販売または授与することができる。 B 特典販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合にはホームページに薬局の主要な外観の写真および薬局の位置を示す地図を表示しなければならない C 特典販売を行うことによってインターネットを利用して広告する場合にはホームページに特典販売を行う医薬品の使用期限を表示しなければならない D えー、薬局製造販売薬品毒薬および劇薬であるものの毒は特定販売の方法により販売することができるこれはもう特定販売ホームページに載せるものだけじゃなくてこの特典販売最近もめっちゃ品質でもう必ず出ると言ってもいいかなというふうに思いますネット販売ですね。で原理原則が結構いくつかありますのでそれが今回聞かれていてここで書かれてる内容はねもうほぼほぼ、まあ、D はそんなでないけどでもまあまあよく出るかな。 そんな感じです。じゃあ答え見ていきましょう。はい、A なんですけど基本は店舗がなきゃインターネットでも売っちゃダメっていうのが基本方針なんですよ。なので店舗にないものをネットで販売するのはアフィリエイトみたいなやつでネットで薬を売ることができないっていうのが結構規制の重要なポイントで薬局とかドラッグストアがもともとあって店にあるものをネットで えと出店してもいいよっていうネットで販売してもいいよっていうのがこの特典販売の趣旨なので店舗薬局以外のの場所にあるものは売っちゃでですよろしいでしいょうか次 B 特典販売によって、えー、とインターネットを利用する場合は薬局の外観の写真は必要なんですけど地図は別に載っけなくてもいいです。これよくてますね引っ掛けて。 ええと、外観の写真っていうところが、代わりにホームページに薬局の主要な薬局あ違う。ホームページに薬局の位置を示す。地図を表示しなければならないみたいに単に出たりもしますけど、地図いらないです。c 特典販売を行うことによって、インターネットを利用して広告する場合は、ホームページに特定販売を行う。薬品の使用期限は書かないとダメです。じゃないとわからないからね。はい、来たらもう1日しかないとか。あ1回1日はねえか1ヶ月ぐらいしかないとかね。その月で切れちゃうとか。か D は薬局製造販売薬品も売ることがでこれはね漢方をイメージしてくださいこれがダメだと、まあ、毒薬劇薬はちょっとさすがにネットで売りづらいのでダメなんですけどこれがダメだと漢方みたいな感じでこう合わせて薬局でねあの刻んだりとかしたようなものがネットで売れなくなっちゃうんですよねなので漢方包材とかを実際になんかこう粉とかあれから作ってるような人たちを想定してると思っていただくといいかなと思いますけど。 薬局販売製造販売薬品は販売できます。ということで「えー、と××○○〇〇」これよく出ますので覚えておいてください。答えは4番です。はい次の問題